こんにちは、持ち買取応援団団長です。本日はオールブラック仕様のおすすめモデル選んでみましたのでご紹介いたします。近年金属加工の技術が発達したことで質の高いブラックケースを使用した時計がたくさんラインナップされるようになりました。またシャネルの J12 を筆頭にブラックセラミックの仕様も一般的になり、同じブラックというカラーでも様々な素材感を楽しめるようになってきています。そこで今回はケースおよびブレスレット、そして文字盤までブラックを用いた現行の人気モデルを中心におすすめの時計選んでみました。今回も私の好みで進めてまいりますが、皆さんのおすすめもぜひコメント欄にて教えていただければ幸いです。それでは行ってみましょう。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。まずは今まさに注目度の高いこちらからご紹介していきます。チューダーブラックベイ黒のダーク、ラグビーのニュージーランド代表チームオールブラックスとのコラボモデルがチューダーより登場。チーム名に合わせてブラック PVD 加工が施されたステンレスチールをケースとブレスレット、そしてベゼルにまで使用しています。1884年の設立から現在までチームメンバーとして選ばれた選手人数と同数のみの製造ということで、なかなか入手するのが困難なレアモデルです。今のところまだ1181本のみしか市場に出回っていないそうですね。今後は代表選手が追加されるたびに製造個体数も合わせて増やす予定とのことですが、手に入る気がしませんね。ちなみに私、チューダー銀座ブティックの一般オープンの日に行ってみましたが、その日は2本のみの入荷で即完売ということでした。続いてこちらも注目の新作、セイコープロスペックスルクスラインのブラックエディション。ガンダムとのコラボでも話題になったセイコープロスペックスの新シリーズルクスラインにブラックカラーのバリエーションが追加されました。開発アドバイザーには兼奥山こと奥山清之氏を招聘。彼はフェラーリやマセラッティ、シボレなどのカーデザインを手掛けたことで有名な工業デザイナーです。5メートル先からでもわかる視認性の良さ、そして低重心設計による着用感の良さと工業デザイナーらしい目の付けどころから生み出された高級実用ウォッチに仕上がっています。ブラックエディションはダイバーズと GMT で計3モデルがラインナップされており、どれも個性的でかっこいいですね。ケース径 45mm 近くありますので数字上かなり大きいんですけれども、ブラックなので数値ほどの大きさを感じない点もいいですね。続いて注目の新作モデルからもう1本、ウブロクラシックフュージョンクロノグラフベルルッティコールドブラウン。高級レザーの老舗ブランドと呼ばれるベルルッティとのコラボモデルです。実はウブロとベルルッティ同じ LVMH グループなんですよね。そしてどちらもイタリアにゆかりのあるブランド、二端的な要素の組み合わせが非常に魅力的なコラボモデルですね。オールブラックと言いつつもこの時計はちょっと特殊な色合いです。ベルトと文字盤はベルルッティのコールドブラウンという色の革を使用。ブラウンには見えない、どちらかというとブラックに見える仕様です。そしてカリグラフィーが施されたケースはブラックブラッシュ仕上げのチタン製、他とは一味も二味も違う個性派ブランドのコラボモデル。人と違ったものを楽しみたいという方はぜひ。ウブロのオールブラックモデルまだまだたくさんあるんですけれども、ここではもう一本だけご紹介していきます。ブラックセラミックを使用したクラシックフュージョンブラックマジック、これウブロでは珍しくブレスレットの仕様なんです。しかもネジやバックルなどの部品以外はオールセラミック製という贅沢。サイズ展開も 45mm、42mm、38mm、33mm と4種類ありますので、 42mm とか 38mm であればスーツスタイルでも合わせやすいかと思いますね。奥様や彼女さんとのペアで揃えるという楽しみ方もできるかと思います。この流れで紹介しておかねばならないのがこちら、2000年に登場したシャネルの J12。 開発の指揮を取ったのはジャック・エリュという人物、シャネルに長年在籍するアーティスティックディレクターです。ここシャネルが作り上げたスタイルに男性的な要素を融合、
さらに当時まだ工業製品でしかなかったハイテクセラミックを初めて本格的に腕時計に採用することを成功させました。まさかファッションブランドであるシャネルがここまでの時計を作ってくるとは。2000年の時計業界をあっと驚かせた伝説的なモデルです。さらに今年2019年はマニュファクチュールムーブメントを搭載してリニューアル。もはや高級時計業界でも無視できない存在になっています。ちなみにこの J12 がセラミックウォッチの先駆けになったわけですが、先ほどのウブロクラシックフュージョンしかり、最近ではゼニスのデファイエルプリメロ21やブルガリのオクトフィニッシモなどもセラミック仕様が追加されています。ファッションブランドが時計業界に影響を与えた事例として見ても、これほどインパクトのあるモデルは J12 以外にはないのではないでしょうか。続いて6本目のおすすめモデルはガラッとジャンルが変わりまして、こちらパネライのダイバーズモデル、サブマーシブルの新素材モデル、カーボテック 42mm。 見た目的にはブラックのケースとダイヤル、そしてラバーストラップ、そこにブルーのインデックスと針がなんともおしゃれな一本です。しかし興味深いのはケースの素材、その名もカーボテック。カーボンファイバーの薄いシートとハイエンドポリマー PEEK ポリエーテルエーテルケトンですね、とともに高圧条件下で圧縮。そうするとこのように見た目も美しく強度も高いものに仕上がるのだとか。さらに面白いのはこのケース、経年変化で色が変わってくるらしいですね。カーボンと樹脂の複合素材なので、樹脂部分の熱や光による経年変化があるのでしょう。なのでおそらく数年後、中古市場で豊富に並ぶ頃には個体差が楽しめるものになっているのではないかなと思います。いやー、ケース素材どんどん進化しますね。素材特集とか組んでも面白いかもしれません。続いて7本目、こちらもカーボン複合素材を用いたモデルですが、おすすめというよりは好奇心で選んだモデルです。タグホイヤーモナコ V4 ファントム、マイクロベルトという 0.07mm 幅のベルトを用いたムーブメントを搭載した限定モデル。2015年に登場しましたが、現在どこを探しても売っておりません。なのでほぼコンセプトウォッチとしての発表だったのではないかと。一部のコレクターのみが所有している特別なモナコですね。それでも一応定価はあったようで、5416,200円だったとのこと。タグホイヤーでは最上位ランクの高額モデルです。カーボン複合素材のケースに V4 という非常に特殊なムーブメント、これはぜひ実物見てみたいですね。お持ちの方はぜひ取材させてください。続いて同じタグホイヤーのファントムでも、こちらはカエルファントム、アクアレーサーキャリバー5ブラックファントム、ブラック PVD 加工チタンケースを採用した 300m 防水ダイバーズウォッチ。この黒さで海に潜ったら夜光だけ浮かび上がって、時計本体はおそらく見えないでしょうね。だからファントムっていう名前なのかもしれません。アクアレーサーはデザインのまとまりが良く、おしゃれな時計として使うには抜群のダイバーズウォッチだと思います。ましてやここまで真っ黒となると、おしゃれ上級者感もすごいですね。限定モデルなのですでに新品は完売しておりますが、中古品であれば見つけることができます。続いて針、インデックスまで真っ黒つながりでもう一本、オメガのスピードマスタームーンウォッチよりブラックセラミック素材のオールブラックモデル、その名もダークサイドオブザムーン。スピードマスターというとアポロ11号と13号で実際に使用されたことが有名ですが、このモデルは人類史上初めて月の裏側を見たアポロ8号のクルーたちの偉業を称えて登場したモデルです。 NASA 公認の系譜ではなく、地球での使用を前提とした高級モデルですね。ポリッシュ仕上げおよびサテン仕上げを施したブラックセラミック製のケースと、マットブラックのセラミック製文字盤、そしてブラックコーティングのナイロン製ファブリックストラップに、ブラックのセラミックおよびチタン製のクラスプ、とにかく全て黒にこだわったオメガでは珍しい遊び心のあるモデルです。以上、オールブラックのおすすめモデルご紹介してきました。まだまだ紹介しきれないモデルたくさんあったんですけれども、一旦今回はここまで。素材別とか機能別とか、また別の動画にて深掘りしていこうと思います。あと今回ご紹介したのはメーカー純正のみになるので、カスタムでのオールブラックで特集しても面白いかもしれませんね。
それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。